生で。じゃあ僕も生で。生で、はい。サイズはいかがいたしますか。僕じゃあ大きいので。大きいので。はい。かしこまりました。お願いします。あ、お疲れ様です。じゃあちょっといただきます。お疲れ様です。お疲れ様です。お名前なんですか。チャリツーって名前でやってます。あ、チャリツーさん、はい。僕もチャリツーやったんですよ、高校の時。そうなんです、はい。私もチャリツーです。チャリツーですよね。チャリツーじゃなくて。私チャリツーです。僕チャリツー。富士ツーと一緒のイントネーション。そうですね。チャリツーは何よ。精通と一緒です。あ、精通。精通って何ですか。精通。あ、そっちちゃうか。精通って何の精通ですか。初めて精子が出ること。ああ、なるほどね。チャリ通僕もしてました。でも40分かけて何分ぐらいかかってました。私40分ぐらい。めっちゃ一緒じゃないですか。気合いますね、なんか。いや、はい、ね、はい、40分で、はい、そんなことある。あんまないっすよね、チャリ通の時間。何されてるんですか、今は。普段絵描いてます。どんな絵を。仕事ではドット絵描いてて、趣味ではエロ絵描いてる。エロ絵。エロ絵ですか。どんな絵ですか。女が恥ずかしそうにしてる絵。ヌーディーな絵。ヌーディーな女を。僕全然そういうエロいこととか全く興味ないんですけど、そのあれですか、どんな絵。その見せてもらったりできますか、そのちょっとちっちゃい。あ、まだ途中なんですけど。うわ、めちゃくちゃエロいですね。チンチンも映ってますね。めっちゃエロいですね。あ、いいですよね。これめっちゃいいですね。すごっ。仕事はドット絵ですね。ドット絵ちょっとあります。はい。これもエロいですね、なんか。ああ、そうなんですね。ちょっとこれ、これめっ、すごっ。ミルフィーユの水れ鍋です。うわー、かわいい。雪だるまってあれですよ、江戸時代の後期からもうあったんですよ。そうなんです。歌川広影の方、広重と広影いるんですけど、広影の方の芸人も雪だるまの絵が描かれてて、すごい詳しいですね。そうなんです。そう、白菜、あ、ミルフィーユ鍋や、これミルフィーユ鍋ですね。あ、そうですね。ね、顔みたい。顔みたいですよね。海苔と梅干し。なるほどね。海苔と梅干し。何入ってました。海苔と何でした。梅干し。ちゃんと見えてる。レモンサワーです。すいません。すいません。ちょっと早まってます。珍しく。こんなん珍しいな、でも。あ、雪だるま。あ、雪だるま、ちょっとね、悲しいですよね。でも豚とかも遡ったら同じ感じなんで。確かに。じゃあちょっといただきます。おいしい。うん、ベリーうまーばっすね。おお、生で弾けばすごい、すごいやろ。ベリー高田のうまーばっすね。ああ、そうですね。うん、いや、うまいな。ベリーウマンディスやな、ほんま。ベリーウマンクですね。いっぱい出てきますね。うん、ウマンキですね。ウマンキ。うん。確かに。出身どこなんですか。九州です。九州。好きな食べ物何なんですか。食べ物全部好きなんです。全部好きですか。あ、一緒やん。そんなんも一緒ですか。どこですか。うん、あ、そう、忘れてた。恋愛相談、何でしたっけ。自分に興味がない人のことしか好きになれない。向こうから好き好きビームを打たれてるときは無理になっちゃう。それなんでなんですか。なんか雑魚に見えちゃう。厳しいっすね。どうせ私のこと好きなんでしょうみたいになったら、うん、もう興味なくなるって感じですか。そうです。だから一生両思いになれない。あー、それ切ないっすね。全然話変わるんですけど、嫌いな食べ物って何。ひじきが嫌いなんですけど、嫌いなものも食べるのが好きなので、全然食べます、嫌いでも。
え、なんやねんすよ、意味わからん。嫌いやの食べるん、うん、それが楽しい。なんやねんすよ、変なの、意味わからんな。嫌いな食べ物ありますか？嫌いな食べ物、マジでない。あ、そうなんだ、うん、意味わからんもん、そんな。好きなスポーツがあるんですか？バレエやってて、バレエ好き。意味わからんな、マジで。なんで？何バレエやってんの？なんでば、何がいいね、わけのわからん。ルールわかんないんですか？ルール、いや、分かった上でよ。わけわからないから、なんか床にボールついたら1点みたいな。全然好きちゃうっすね、なんか合わないっすね。あ、本当ですか？うん、気合わんな。意味わからんもんな、さっきから言ってこと1個も理解できてない。本当ですか？うん、お土産買ってきたんですよ。お土産？何買ってきてんの？日本酒なんですけど、冷やし絞り、最高金賞、金賞受賞みたいな。飲んでください。いや、飲むか。何なんこれ、最高金賞、金賞受賞とか意味わからんす。いや、でもありがとう。はい、好きみたいに言われるのが嫌なんや。いや、でもほんまそのままでいいんちゃうかな。そうです。うん、なんか聞いてたけど、なんか、うん、そんな尽きちゃうみたいな感じやけど、でもそういうのは組んだ上でちょっと好きかなぐらいのやつみたいな、絶対現れる。それでええんちゃうかな。え、付き合うみたいなのはいいんや。あんまり好きじゃない感じ出してても付き合うみたいな。あ、はい。そうなったら俺とかこの感じちゃう、ちょうど。いや、ちょっと違います。え、付き合うみたいな、その。いや、ごめんなさい、違います。なんで。え、いや、俺とかなんかぴったりやな。いや、しつこい。違います。すごい人になって。いや、でも今のでそのしつこいって言ってたらほんまあかんで。あ、 そんなしつこないから。あ、はい、すいません。うん、全然しつこなかったし、はい、まあまあ、でも今日のそういった経験をまた絵にしてよ。あ、はい、岡田さん書きます。あ、書いてくれる。それでなんかこっちでなんかやりますわ。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。一つよろしくお願いします。